力者正代との初日。静まり返ります。おっと正代が出ていく、逆転照ノ富士なんとか初日白星。横綱ね、ここで刺してくるの分かったね。これも足取らないでいこうと、うん、いうのがちょっと正代が無理。さあ横綱照ノ富士優勝を目指して、阿炎さんあっと膝から崩れ落ちますかもしれませんけど、ボルトでついていこうとした阿炎ですか。やりやすい。腕を手打った、圧力をかける、押し出しました照ノ富士です。右からこう肩をぶつけてきましたよね、うん、そして右からをつけて、前に攻めていった、はい、もう今日は少し様子を見て立っていきました。左が覗いた、決めて抱えます横綱。それを抜いた翔猿、左の前みつ、再び決めて抱えます横綱照ノ富士です。土俵中央、こうなると翔猿苦しいか、つった、決めてつった、前に出ていく、この力強さ横綱4連勝です。強かったですね。照ノ富士膝が悪くて、はい、翔猿結構け返しとかですね使うので、はいはい、そういうのが出たら面白いかなと思ったんですが、はい、全くやらせる。右からかかってく、下から入ってくもろ差し裏、上から両方抱えている横綱照ノ富士、ぎゅっと決めるような形、捕まえて出ていく、5戦全勝照ノ富士勝ちました。右が覗いた、ちょっと引いた横綱、右が入りました、右四つ、上手引けない錦木、下手は引いている、錦木、本来左四つ得意ですが、横綱が抱えて前に出ようとします、上手は届きません、錦木、じりじりと土俵際、小手投げ、照ノ富士の勝ち。やはりですよね、もっとこう締めといかないといけないですよね。いや最後は左抱えて小手投げと。はい、中に入ったのは横綱、小手投げ、やはり横綱。それではもう一度、顎が張っちゃって、まあすごい緊張してますね。まあこれ一番でまた慣れてね、いくけど、はい、今日の相撲圧力をかけるのは横綱でした。寄り切りとできるんですけどね、うんうん、ね、確かにそうですよね。うん、もうここでもう諦めましたね。さあ全勝か、それとも1敗か。照ノ富士明生戦、強く当たった明生、動いていく、捕まえられたくない、横に動いた、右に動いていく、回っていく、さあ前に出ようとする、明生勝ちました。金星、明生金星、そして勝ち成功、照ノ富士に9日目に土が。ここで休まずにね、動き続けたのが良かったですね、はい、右にうまく回っていきました。そして体を寄せていって見事な寄り火の琴ノ若さんです。立ち合いから前に圧力、もろ差しの形は琴ノ若、回しを掴んだか、さあここからどうだ、照ノ富士前に出る、カイナを決めに行くか、
ぐっと前に出たのは琴ノ若、琴ノ若出る、しかしまだ粘ります照ノ富士、ここはなんとか防いだというところ、まさに四つで組む形、さあ圧力でいけるか琴ノ若、琴ノ若もう一枚上手取りたいですね、がっちりとね、一枚回しなんでね、伸びてますから、だんだんと照ノ富士の形になってきましたね、がっつり四つの形にはなっていますが、さあここから、昨日は明生に敗れたという照ノ富士、逆に琴ノ若もここで一気に勢いをつけたい、さあどうだ、前に出てくる、うわー、最後は寄り切られたか、照ノ富士の勝ち、巻き替えですよね、で巻き替えた瞬間に琴ノ若もチャンスと思ってね、これ定石通り前に出たんですけども、はい、じわじわなってから寄っていくといったね、上手を取りに行きました、しかし決めて出る、決め出しました、あ完全に決まりました、でトレーニング詰めるところといったら上半身になりますから、そこを補うトレーニングとしてね、はい、この決め出しっていうところをね、ちょっと重点的に稽古してきたのかなっていうような、立ち合いです、中に入った左四つ、体に上手は取れません、左四つ若元春の形、引きつけている、上手を引いた、どうだ、寄り切り、横綱の勝ち、一敗を守りました横綱照ノ富士、でこの後若元春が上手取るんですよね、ですね、ここからですね、押っつけて上手を取って、これ若元春寄り切ったかと思いましたけどね、左を差した琴ノ若、照ノ富士です、朝乃山が取りました、この迷った時ね、もちろん相手分析して大事なんだけど、やっぱり自分の相撲を信じてやらないといけないよね、だからこのなったこともないようなこの形になると、この簡単に投げる、差しに行きました、中に入ったはずれをしていく霧馬山、右をつけです、回しは引けない照ノ富士、左探っていく、今前向き引いたか、左が覗いている霧馬山、頭をつけます、ただ霧馬山も右は攻めていない、巻き上がった、照ノ富士は右の上手、頭をつけるのは霧馬山、左の下手を取りました、低い体勢、霧馬山頭をつけます、照ノ富士の上手は1枚少し伸びている、長い相撲になってきた、どちらが仕掛けるか、引きつけて前に出ようという横綱、土俵中央を戻します、かなり照ノ富士の掴んでいる霧馬山の上手が伸びています、巻き替えようというところ、それをブロックする、ただ霧馬山が出る、両手引いた横綱、もろ差し霧馬山、寄る寄る、寄り切りました、照ノ富士勝ちました、優勝、これ回し切るのもうまいですよね、横綱ね、こんなに大きい体なんですけど、あとはね、土俵際何か打っちゃれられないようにね、お腹からね、出ていくと、最後は横綱と大関が締めます、優勝を決めている照ノ富士、相手は大関貴景勝です、中に入った貴景勝、もろ差し、これは珍しい、横綱が出る、押し出し、横綱勝ちました照ノ富士、貴景勝今日ね、何か一つ正面を当たっていっての策だと思うんですよ、はい、こういうのも今日じゃなくて、あの他の来場所からね、取り入れていった方がいいと思うんですよ、勝って締め切って、そして
59本の懸賞金を受け取ります。ただいまの決まり手は押し出し。総理大臣杯並びに賞状が内閣官房副長官木原